今日ここに来てもらったのは他でもありません。皆さんにあるゲームをしてもらうためです。ここにいる42人の皆さんの中で、たった1名の優勝者が決まるまで殺し合いをしてもらいます。男子7番国信義時、担任の家紋により射殺。女子18番藤吉文雄、家紋が投げたナイフが額に刺さり死亡。女子14番天童真由美、赤松義雄によりボウガンで射殺。男子1番赤松義雄、新田和志によりボウガンで射殺。女子3番江藤恵、相馬光子に鎌で首を切り裂かれ死亡。女子5番金井泉、桐山和夫により射殺。男子9番黒永博、桐山和夫により射殺。男子10番笹川隆平、桐山和夫により射殺。男子17番沼井満、桐山和夫により射殺。男子21番山本和彦、断崖絶壁から投身自殺。女子4番小川さくら、断崖絶壁から投身自殺。男子3番大木辰道、七原修也と揉み合いになり自身の灘が顔面に食い込み死亡。男子20番元渕恭一、川田翔吾により射殺。女子6番北野由紀子、桐山和夫により射殺。女子7番草加由美子、桐山和夫により射殺。男子8番倉本洋次、相馬光子により射殺。女子21番矢作義美、相馬光子により射殺。男子16番飯田和志、千草孝子ともみ合いになりボウガンの矢を後頭部に突き立てられ死亡。女子13番千草孝子、相馬光子により射殺。女子20番南香織、川田翔吾により射殺。男子14番月岡翔、桐山和夫尾行中罠にかかり禁止エリアに置き去りにされ首が吹き飛び死亡。女子10番清水博の、小田利則の騙し討ちによって井戸に突き落とされて溺死。男子2番飯島啓太、三村真嗣により射殺。男子12番瀬戸豊、桐山和夫により射殺。男子19番三村真嗣、桐山和夫により射殺。男子18番旗上忠勝、相馬光子に釜を顔面と頭部に打ち込まれ死亡。男子13番滝口雄一郎、相馬光子に釜で首を刺され死亡。男子4番小田利則、桐山和夫により射殺。女子16番中川由香、七原修也が食べるはずだった榊優子が仕掛けた毒入りシチューをつまみ食いし死亡。女子19番松井千里、野田さとみにより射殺。女子2番宇都宮幸恵、野田さとみにより射殺。女子17番野田さとみ、谷沢遥により射殺。女子12番谷沢遥、野田さとみにより射殺。女子9番榊優子、灯台の上から投身自殺。女子1番稲田瑞穂、桐山和夫により射殺。女子8番琴引佳代子、桐山和夫により射殺。男子11番杉村博樹、桐山和夫により射殺。女子11番相馬光子、桐山和夫により射殺。男子6番桐山和夫、七原修也により射殺。男子15番七原修也、川田翔吾により射殺。女子15番中川典子、川田翔吾により射殺。優勝者男子5番川田翔吾。